これ柴春さんに伝えた方がいいのかな、はい、あれなんか変な空気が河川さん、あ、はい、これ柴春さんに伝えた方がいいっすよね、この間のカスタムの話。あ、はい、メンバー入ってるんで。え、来たい、カスタムやる。いや、もうカスタム呼ばれるならそれはもちろん嬉しいしやりますけど。やるんすか。じゃあよかった。よかった。よかった。ちょっと待って。あの、普通のカスタムを誘う雰囲気じゃないのよ、それは。普通カスタムやりたかったんだよな。普通のカスタムはこう、急に釈迦さんが、加瀬さん、あれ言っていいかなみたいなこと言わないのよ。いや、なんか、やっぱ渋原ぐらいの重になると、そんな簡単に声かけていいのかな。そうそうそう。あるし。何？一応負けたら。負けたら。負けた方に写真を1枚送ってもらうっていうだけ。そう、写真を1枚。自撮り。自撮りはやばいですよ。バーチャル YouTuber の自撮りなかなか難しいですよ。真顔の僕行くですよ。証明写真みたいな。自撮りってまあ、自分じゃなくていい。自分の、そう、自分の、うん、自分のものでいい。もの。もの？まあ自分を、自分のすべて。自分のすべて、自分の今までやってきたこと、そのもの。積み上げてきたものを見せてほしい。まあ、まあ、一応一番わかりやすいものが、はい。金なんだけど身も蓋もね身も蓋もね、そのカスタムのね、カスタム名も考えてみんなで、はい、通帳カスタムっていう名は体を表しすぎでしょ、もうまんまやだからこれ定期開催なんで、あの何ヶ月かに1回やってそんなもん定期開催にするな、月収を割り出そうっていう。ああ、なるほど。連敗すると月収が割れるあれいくら増えてるっつって今多い時期減って少ない時期で一発で分かるんで、よければクロノワとかも入れてやりたいなと思って。ああ、そう、クロノワを入れてやりたい。クロノワ来るなら喜んでいくな僕そんな逆にみたいな、かけてるもの向こうの方が大きい。確かに。オブイフォ。やる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 渋春。通称カスタム。通称カスタム。あ、10人揃うことがあればじゃあいますか。10人揃ったらええねんで、だって買ったら、買ったら見れる。うん。見れる。得しかないっすよ。買ったらいいだけっすよね。そうそう。負けたらまあ公開しなあかんけど、まあ、買ったら見れるからね。うまみが断然多いよね。だから敵にお坊さんとかがいたらマジで外れ枠。ちょっと待って、あのお坊さんの月収マジでいらんねんけどないやろし中身。いやでもお坊さんは必要やん。通帳お坊さんは必要だけど、お坊さんの通帳一番いらんまである。じゃあお坊さんの代わりに見せる人連れてきてもらって。あ、なるほどね。代打、代打、代打、代打。お坊さんが出張するけど、通帳代行通帳代行通帳代行。それめっちゃ面白いけど、ね、あのお坊さんにでも本気度が足りなくなるから、なんかお坊さん、お坊さんはお坊さんで別のものをかけないといけない。おじじにしようぜ確かにおじじやったらってね、負けたらそのお坊さんもただじゃ踏まないわけだから、それなら本気でやるでしょ。そうそう、お大根通帳係おじじにして、それはただじゃ踏まん。そう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 、それでいこう。